何時頃帰ってくと。いや帰ってこんやん。もう飯もいらんし今日。は？ちょっと待って、何なんですか。え？なんで帰ってこんし飯もいらん。どういうことね。いや、いらんて。いや、飯がいらんのは分かったけど、なんで帰ってこん、どういうこと。泊まりに行くから。は？許可出しとらん、こっちは。え、ちょっとさ、もうその前から思ったけどさ、それやめてくれ。何がある？その許可、許可、許可、許可。やめて、それ。なんで？なんで毎回言うの？おかんの許可が。当たり前だ、親だけんと。はぁ、言ってまして。は？あんた勝手に泊まり行けると思うよと。だるいって。俺が行くってもう決めたらもう行くから。いやいや。それはね、自分で責任取れるようになってね、自分で金稼いで自分で生活するようになったら、もうそれもそれもね、それ毎回言うやん。よかよ。もうえってまして、めんどくさいわ。ダメって言うぞ。いや、ダメじゃないから行くから。だけど許可出しとらんって言うぞ。それやめろって、まして行くを言うてるんやけ。俺が行くって決めたから行くから。何言うと。な、帰ってくんなよ、家。それも言うのから。いやいや、わかんない、いいちゃうから、別に意味わからん。親だけんたり、そこに責任があるけんたり、じゃああんた何かあった時に責任取れると。何もないやん、いつも。何もない。何もなかったよ。よう言うたねって。よう言うたねって。何やねん。は？剣の上に龍騎と泊まり行った時に剣の上のガラス割って、ガラス台弁償したの誰ですか。またもそれ昔のこと。誰ですかって言うとたい。誰ですかって。ほじくり返して。何もないって言うけんと、あんたは。何かあったろかって、夜中に遊んでからガラス割って弁償したのは誰ねって。でもそれはもう解決したからええやん。解決したって、あんたが解決したんじゃなかろうか。お父さんとお母さんが金払って解決しちゃった。もうさ、またこれや。またこれじゃなかった、あんた。許可出しとらんって言うと。いいってもそれ。ようすやんたり取れるなんてね。おかんだけかな、これギャー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 言うの。まだ周りには好き勝手泊まりきょっとね。こんな厳しないって。だけどこねんじゃ厳しくない。どこに。いいって、それもやめて。どこねんって詮索すんの。あんたが言うけんた、うちだけて。お母さんね、他の家より緩い方と思っとるよ。そんなことないから。泊まり行かせたり、うちに泊まり来たりしょってしょ。泊まりもダメなとこもあっとよ。家に来るとも泊まり行かせるとこもダメな親もいっぱいおっとよ。その中お母さんは緩い方と思うよ。友達が泊まり来たりね、泊まり行ったり。厳しいって。もう嫌やね、毎回なんか聞いてたから俺。もう今回からはええわ。だけどあんたが自分で何もかもすんならよかって言った。いや、なんでそうなるかな。そらそうだ、お母さんの言うこと聞けんでしょ。だからお母さんはあんたの言うこと聞かんでよかった。何よっと、ご飯いらん、泊まり行くって勝手に。は？許可出しとらんって言ってた。せめてお父さんにでも聞いとるなら分かるた。いやいや、おとんは大丈夫だから、いつも。おかんがギャー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 言うから、おとんも言わなあかんなってなってんねん。絶対 OK って言うから。は？どっちかが言わなんとたい。お父さんが言うときはお母さんが引くし、お母さんが言うときはお父さんが引くし、その二人でギャ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 言わんだけ。その役割をお母さんが今しおるだけだ。それやめてって言ってんだから。別に言わんでいいから、どっちも。何がね。いや、どっちか言わなあかんって言ってるけど、どっちも言わんでいいから。どっちも言わんでよかわけなかろ、親ばい、こっちは。うん、それも言ってまして。責任取れるとかって言うとだよ、何かあったときに。何って言ってんやん。悪いことせえへんから。ただただ泊まりに行くだけ。何にもせえへんやん。何すか分からんと。何にすんのじゃ。そりゃ分からんよ、あんたが泊まってる先で。あんませえへんやん。家でおとなしいしてるよ、喋って。何家でよかった。家違うやん。どこ行くと。じゃ誰の家泊まってるの。それぐらい家。それもや、それもまたよう聞くよな、ほんま。当たり前だ。なんで言うなかの全部。当たり前だろ。だどこに泊まっとるかぐらい分かっとかんかったら、じゃあなんかね、重大なことが起こった時にどこに行くと、誰に連絡するとね、どこに向かい行けばあんたに会えるとね。は？都合が悪い時は携帯も出らんくせに。ってねって。どこに泊まっとねって、そこだけ言いなさいじゃん今。もう、うん、けん
県の家に電話しとく。じゃあやめろってそれも。なんなん確認の電話とか。当たり前だ、親だけ県の家に電話して、今日よろしくお願いします、今日泊まっていいとっていう確認と、本当にあんたが県の家に泊まるかの確認と。泊まるから、で向こうが OK 出してるから、もういいねんって。だけど電話だけ言わんでええって、それを。だから電話だけしとくって言うと、すんなって。だから言いたくないねん。は意味がわからん。どこに泊まるかぐらいは知ったかな。意味わからん、こっちが言いたいわ。なんかあった時困るでしょうが。どんだけ心配すんの。自分でなんとかなるから。まあそれなりに覚悟して行けよって行こったよ、お母さんは。え、だから行くから。だからギャグ言うなよ、電話もすんなよ、マジで。そんから言うときけどね、お母さんもあんたの言うこと聞かんけんね、ご飯も作らんけんね、朝も起こさんけんね、あんたね、自分のことか頼んでからたは？えらなったね、あんたね。うっさ、親の許可なんかいらんて、親の許可なく泊まり行くて、なんでいちいち許可取らないかんとかって教えてやろうか。自分で金も稼いどらん、独り立ちもしとらん。ああ、それも、まず先生。ね。いつもの、いつもの。そげんやつが親の許可なく泊まり行って、勝手なこと許されるわけなかるが。もうええって。じゃあそこば許しとる親がおんなら、教えて、誰？どこの親？もうそういうのやめても。いつも同じようなことばっかり言いよって。もうええって、マジで。何言って、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 何やねん、何やねん。話せよ、ざっくんなよって言ったんだ。いや、ないって話せよ、ざっくんなよ。もうマジだるいわ、始まった。マジえって始まるよ、それ。どけや、ざっくんなよって言った。もういいから、座れ。絶対だかん。いやいや、OK 言ってんの。ええや、電話したらやっつって。しろや、電話。どけや、マジで。なんやん、ふざくなって言ったら。そぎゃんことが許されるわけなかろう。は？電話したらいいやん、行くから。何やそんたら。なんやねん、けんなや、もう当たんねん。どけや、絶対ついてくる。なんやな、分かった、座っとけ。お父さんに電話するけ、座れ。もっとも大丈夫だよ。はい、分かった、座っとけ。一回電話するけ、分かったけ、座れて。一回って言ってました、座れて。一回お父さんに電話してからだ。で、電話すんの。分かった、ちょっとお父さんに電話するけ、行って。もうあんたの仮の鍵も持ってきていい。ちょ、やめろって、マジで。待っとけ、家で待っとけ。なあ、だるいわ、もう。チャンネル登録よろしくねー。